宮城県スポーツセンターは、かつて仙台市都心部西側の広瀬川右岸に存在した体育館、球道場、トレーニングルーム等の複合スポーツ施設。1964年8月18日に落成式典を開催。観客席4918席の体育館として使用開始され、1967年3月に球道場が併設された。 1991年に南側隣接地に仙台国際センターが開館した。1984年に仙台市の施設として仙台市体育館が開設され、1997年に宮城県の施設として千円地区に宮城県総合運動公園総合体育館が開設されたため、老朽化した同センターは2006年3月をもって閉館。 その後取り壊された。跡地の北側隣接地に仙台七家鉄道在線国際センター駅が2015年12月6日開業となり、新駅と仙台国際センターとの間に挟まれた、東跡地には2014年12月26日に同センターの展示棟が竣工2015年3月14日から18日の第3回国連防災世界会議の会場となった。 なお、同時期に存在した仙台市にある県営の宮城県スポーツセンターと名取市にある民営の仙台スポーツセンターとは名称の類似性から混同される例が見られるため注意が必要。体育館はバレーボール、バスケットボール、ハンドボール等の団体球技やテニスバドミントン、卓球、剣道、柔道などの会場として利用された。その他、 プロボクシングプロレス工業、隠し模様しものの会場としても利用された。定期的な工業としては、大相撲仙台準場所が1967年から1988年まで、当センターで開催された。また、宮城県出身の東隆が創設した、空手団体の大道塾が、1983年から2005年まで、北斗紀全日本体力別選手権大会の、 会場として使用した。鉄筋コンクリート作り3階建てで、建築面積は4243平方メートル、延べ床面積は7464平方メートル、アリーナ面積は1520平方メートルで、ハンドボールなら1面、バレーボール、バスケットボール、テニスなら2面、バドミントンなら8面、卓球なら12面のそれぞれの競技場付設が可能。 観客席の座席数は4918席。男女各一室のトレーニングルームが設置され、各室面積は58.3平方メートル。総面積は116.6平方メートル。木造平屋建てで、総面積は724平方メートル。車上は住人立で、建築面積197平方メートル。的場、芝地の面積は、 それぞれ35平方メートル、491平方メートル。ありがとうございます。